年、うん、まあ、政治が放置してきた議論を、うん、まあ、3ヶ月で解決しようっていうのはこれ無理があるんですよね、はい、ただまあそのまあ無理を押して作った法律でありますので、ちゃんと宗教法人に的をまず絞って寄付規制をするべきだと思ったので、当然宗教法人法の改正かなと思った。でも与党野党ともに、まあ、宗教法人法の改正ということは絶対に言わなかった。その背景の政治的思惑というのは。さあ始まりました選挙ドットコムチャンネル、私編集長の鈴木邦和です。そして今回もアシスタントはスピーチライターの千葉香織さん、はい、ゲストは弁護士で人権人道プラットフォーム代表の菅野志織さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ行きましょう。今回のテーマはこちら、旧統一教会問題に見る政治的思惑とは。旧統一教会をめぐる問題を受け、被害者救済法案と消費者契約法改正案が国会で成立しました、反撃能力の保有については自公で合意。これらの政策について菅野さんの視点から解説してもらいたいと思います、はい、まずこちらご覧いただきましょう。旧統一教会問題を受けた被害者救済法と改正消費者契約法、こちらが10日ですね、参院本会議で与党などの賛成多数で可決され成立しました。こちらの救済法について自民、公明、立憲民主、日本維新の会、国民民主が賛成しました。そして共産党、れいわ新選組は反対しております。と、改めてこの救済法なんですけれども、霊感を使って不安を煽る悪質な寄付勧誘行為を禁止して、措置命令に従わないときは懲罰や罰金など刑事罰を科すことができるというものなんですね、と。こちらに関して元信者ら被害者からは救済のハードルが高いとの意見もあり、今後は実効性が問われることにもなるという記事でしたね。菅野さん、率直にこの今回の法改正の中身ご覧になってどう思われますか？そうですね、はい、一言で言うとセカンドベストの法案かなというような気がしています。まあ、やっぱり数十年、はい、まあ、政治が放置してきた議論を、まあ、3ヶ月で解決しようっていうのはこれ無理があるんですよね、ただまあそのまあ無理を押して作った法律でありますので、まあやはりそのまあ見直し規定2年というふうになりましたけれども、まあ2年経ってよっこらしょと見直すんではなくって、まあやはり明確に例えばマインドコントロールの規制はできなかったとか、もう積み残しが見えているので、まあもう本当に来年の通常国会からでもしっかり積み残しの宿題にまあ取り掛かっていくということがまあ必要なんだと思います。菅野さん、率直にこの、まあ、今回 の、 その法改正の議論、もう少ししっかり時間かけてやれば、もっといいものができたってやっぱり思われますか？思いますね。私は河野大臣の下で検討会の一員で参加してましたけれども、はい、 まあ、その時もちろん解散命令という話も出ました、一方で、まあ、本当にこの寄付規制っていう話も出ました、法律を作んなきゃねと、はい、ただこの時、まあ、私も含めてだと思うんですけれども、はい、そのまあ、まさにこの、臨時国会で、法案を仕上げようと思ってなかったんですよね。もう本当に、超重要だし、絶対やらなきゃいけないけれども、とはいえ、まあ、やはりその、例えばその家族がその寄付を取り消せるとかって、まあ、自分のお金を自分でどう使うかって、やっぱ人権の結構、基本なので、どういう条件でそれ取り消せるのって、自分に置き換えた時には、ね、だって自分が自分のお金の中でやろうとしていることを突然親とか家族がなかったことに、なかったことに、あなたはなぜならそれはマインドコントロールされてるからって言われるということを考えた時に、それが適切に使われる場面をどう設定するかって結構難しいことですよね。だから、まあ、法律的に定義するって難しいですよね。難しいので、まあ、やっぱり今国会とは思ってなくて、まあ、やはり今国会でしっかり問題提起をした上で、来年の、まあ、通常国会半年かけてね、はい、まあ、回答を出すという、はい、こうイメージでした。なるほど。いや、そうですか。ちなみにその、まあ、一応2年後の見直し規定入ってるんですけど、はい、実際に見直される可能性ってあるんですかね？どうですか？あると思いますね。あ、そうですか。まあ、今国会っていう締め切りは、はい、まあ、政治的思惑というふうに言いましたけれども、まあ、やっぱりこう与党からするとね、もうこれしんどいわと、早く終わらせたいと、ね、やっぱり新年になったらね、
去年のこと何言ってんだみたいな、日本特有のこの感じに乗っかりたいみたいなあるじゃないですか。確かに、ね、一方、まあ、野党からすると、はい、まあ、もちろんやっぱり被害者の思いもあって、これ先送りされたら、あの幕引きされちゃうんじゃないのっていうのもあるし、まあ、ちょっとやっぱり功を焦ったっていうのもあると思うんですよね。で、そこがこうちょっとうまくこうちょっとこうガッガチッとはまっちゃって、もう今国会というのがあの締め切りになってしまったっていうのが、まあ、とても残念なのと、はい、まあ、あとやっぱりその、あの最初私ね、宗教法人法の改正でやるべきだと、あの思ってたし、検討会でも別にオープンの場なんで、はい、残ってるんですけど、ずっとそう言ってたんですね、はいはい、なぜならあの今やっぱ世の中で問題になってるのってまさに旧統一教会を中心とした宗教法人なわけですよね、うん、そうですね、はい、じゃあ他にそれこそあの、まあ、あの探せばあるのかもしれないけれども宗教法人以外 の、 その寄付で成り立ってるような団体、うん、まあ、ファンクラブもそうですよね、うん、NPO もそうですよね、うん、政党もそうですよね、そういうところでじゃあそのマインドコントロールですごくもう家族にたがもう大変な被害が出てますっていうこと今まだ世の中にそこまでで起きていないんであれば、うん、ちゃんと宗教法人に的をまず絞って寄付規制をするべきだと思ったので、うん、当然宗教法人法の改正かなと思った、うん、でも与党野党ともに、まあ、宗教法人法の改正ということは絶対に言わなかった。その背景の政治的思惑というのはこれやっぱり公明党だと思いますけれども、やっぱりあのこれは宗教法人の問題ではないと、要するに違法な行為をした団体の問題なんだと、つまり宗教法人にターゲットを合わせるんじゃなくて、その違法な寄付、あらゆる寄付をまあ対象にしなきゃいけないんだというこのロジック、うらでもそのロジックでそこまで広げちゃうと今度本当に定義が難しくなって、その通りです、救えなくなっちゃいますよね。そうなんです。だから途中から結局まあ宗教法人法じゃない全ての寄付を規制する、だけどマインドコントロールはない、家族の取り消しも足りない、もっと厳しくもっとどんどん取り消せるようにしたいと、これ旧統一教会を念頭に置けばそういう気持ちは分かります、はいはい、でもこの法律自体は旧統一教会のみならず当然だけどもあらゆる寄付を扱う団体が対象なわけですよね。そうですよね、だからもう完全にこう板挟みの状態にまあなってしまった、というところもちょっと残念 な、あの進め方だったなと思います。はい、まあ、それ伺いたいのがそのいわゆる政治的な思惑と、ここのインタビューでも菅野さんお答えされていますけれども、そういう思惑で早く法律を出さないといけない、可決しないといけないっていう事例ってこれまで結構あるものなんですか、それとも最近珍しい判断でしょうか。コロナの時が今回のこの寄付規制とものすごくよく似てましたね、まあ、やはりそのインフルエンザ特措法っていうのをコロナバージョンに早く変えて仕上げて、まあ世に出さなきゃいけないっていう中で、まあ、あの与野党がまあ話し合ってもう1週間で成立させるということを決める、そして落としどころも握る、でそれについてまあ国会で審議っていうのはもう本当にあの1日2日で終わっていくっていう、まあ、私はそのコロナの特措法の、まあ、審議の仕方に反対をして立憲民主党を離党したということになるわけですけれども、まあ、これはあのあえて言うとその立憲民主党だけの問題ではなくって、こういった何かこう、まあ、世間から求められる政治課題にこう向き合おうとした時に、まあ、それはいいことなんですけれども、ちゃんとこうオープンに国会の議論を充実させてお互い歩み寄ろうとするんじゃなくって、むしろ密室の国対委員長会談を先行させて、そこであの決め方そして内容も決めた上で上書きとしての国会を使うっていう、このやり方が良くないですね。いやそうですよね。なんか本当にその外から見てるとそのやり方ってものすごい不思議なんですよ、なんで国対委員長が最初にお尻決めちゃってでこの中で議論してくださいよって、なんかもうちょっとプロセス良くならないんですか、なんでこういうプロセスになっちゃうんですかね。私はね、あの国対委員長っていう役職を廃止する政党が出てきてほしいと。へー、面白いですね。ほうほうほう、その心は、はい、つまり国対委員長って法律上いらないんですよね、ただの党の役職なんですよね。確かに確かに。で国対委員長会談とかもそんなの、あの必要としてる法律どこにもない、で本来はその議員運営委員会とか議員運営委員長っていう、まあそういうそのちゃんと場があって、そこでまあ国会の進行を決めていきましょうというものがあるわけなので、そのまあやっぱりその国体政治っていうものには、まあやっぱり国体族みたいな議員の方々のうまみもあるんだと思います。なるほど。
でまた、まあ、やはりその、まあ、そのちょっと政権交代がまた見えなくなってる今で言うと、うんまあ、その野党に、うんそのまあ、一定 の、うん、そのなんかこうご褒美を渡す場にもなっているのかもしれません、うんうん、でもそろそろ変わっていいと思うんで、ぜひどこかの政党のね、方にもね、いや面白い、うちはもう国対委員長やりませんと、表の議論大事なんでっていう、なんかこんなことをやってもらいたいと思ってます。ですね、本来やっぱり、まあ、どういう政策があるべきかっていうかところから積み上げていって、うん、じゃあ最後にそれを調整する、うんまあ、っていう、なんかプロセス逆じゃないですか。そう、あの国会質疑やって、はいまあ、一生懸命こう両者の溝を埋めていく、うん、で最後の最後ね、うんまあ、ここでどう決着するっていう時にね、うんうん、まああの表の場と裏の場とあってね、うんまあ、決着するっていうのは分からないではないですけれども、うんまあ、まさに本末が転倒してるので、いやそうですよね、ちょっとそこ解消してほしい。ずっと私もあの現職の議員時代も、ね、あのまあいまあ、あの提案はしてたんですけども、うんうん、なかなかねこの国体政治の壁は、いやそうなんですかさあ、はい、もう一つご紹介しましょうか、はい、政府は6日相手国のミサイル発射拠点などを叩く反撃能力の行使とミサイル防衛システムによる迎撃を組み合わせた統合航空ミサイル防衛を構築する方針を自民そして公明両党に示しました、うん、年内に改定する国家安全保障戦略など安保関連3文書に盛り込んで防衛力整備の柱の一つに位置づけているというところですね。菅野さんはこの、まあ、今回反撃能力について、まあ、事項を合意しましたけど、どうご覧になってますか。だこれもその、あの事項が合意すると国家合意がなされたみたいな感じになるっていうことが、まあ、あまりいいことではないなというふうに、あの思います、まあ、反撃能力を持つかどうかっていうのは集団的自衛権一部解禁するかどうかと、まあ、あの匹敵するぐらい結構大きな判断だと思うので、まあやはりそれをまずあの国会でしっかり議論をして、まあその国民世論とのコミュニケーションを取った上でね、あのまあ国家的な合意を作っていくっていう、そういうまあプロセスが欲しいなというような気はしますね。やっぱりそこの 場を国会に持ってきたくないのはやっぱり与党側のやっぱり思いなんですかね。そのやっぱり議論はしたくないと、できるだけ、まあ、あのそういう面もあると思いますし、まあ、だんだん変わってきてるとは思いますけれども、あのやっぱり野党がその安全保障のカウンターパートたる立場を取っていくっていうことがとても大事ではないかなというふうに思いますね。そういう通りですね、はい、選挙 .com チャンネルでは月額990円でメンバーシップ配信しています。最新の情勢調査の結果もダウンロードできますので、ぜひご視聴ください。はい、というわけで今回はここまでとなります。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。なんか自分の言葉で喋れる人になってほしいです。やっぱりその安倍さんも菅さんも岸田さんも長らくやっぱり自分の言葉で喋る総理ってなんか最近出会ってないです。確かにやっぱりまあ私やっぱり議員として総理を見てきたので、やっぱり質問した時にあの考えが違ってもちゃんと噛み合うかっていう。松田さん、こちらの番組視聴者の方から今後立候補される方がいらっしゃいまして、ネット選挙頑張りたいけどどうすればいいだろうというご質問いただいてるんですね。おすすめのツールがあれば伺いたいなと思ってます。ネット選挙でおすすめだったらね、ボネクタですね。これはですね、なぜかというと、ネット選挙今参考に投票する人ってね 40% 以上いるっていうふうに言われてるんですよ。その中で何を見てるかというと、実は選挙情報サイト、選挙のとこみたいなね、選挙情報サイトだったりニュースサイトだったり、あとは候補者のホームページとブログ見てる人が多いんですよ。 SNS って確かにすごくこう効果がある面もあるんだけど、 SNS やってない人もたくさんいるんですよね。そういう人も含めてみると、実はホームページとかブログとか選挙情報サイトの攻略がすごく大事で、このボネクタ何が素晴らしいかというと、これ選挙 .com が提供しているネット選挙のツールなんですね、はい、なのでまず一番大きな理由としては、この選挙情報サイト内に言ってみたら自分のホームページを持てるようなものなんですよ。でさらにブログも書ける、はい、でブログに書くとそれが検索エンジンに乗りやすくなるっていうですね、これをやるだけでネット選挙を参考に投票してる人の上位の理由を全部潰せる。ボネクタだけやっとけば、まずひとまずネット選挙としては合格点が出せます。なるほど。
ボネクタ非常に魅力的ですけど、これどうやったら始められるんでしょうか。はい、今日はそういう方のためにですね、実はこういうキャンペーンもやっておりまして、実はですね、ボネクタちょっと来年から値上げが決まってましてね、はい、ちょっと物価高とかですね、燃料高の影響がねちょっとありましてね、そうですよね、円安の影響とかもありましてちょっと値段上がってしまうんで、これ年内にお申し込みいただくと、はい、値上げ前の価格で使えます。ちなみにこれ1年以上ボネクタ使っていただいた方の当選確率って 92.6% なんですよ。 92.6%、 はい、3ヶ月だと 80% 台に下がっちゃうので、はい、これ早く始めた方がね絶対得です。それこそ統一地方選挙に立候補されようと思っている方は、はい、早く始めた方がいいということですよね。もういつやるの、今でしょ。浅田さんの今でしょいただきました、はい、今の話ですが、概要欄こちらにお申し込み方法ですとかそのあたりいろいろ書いてありますので、ぜひチェックお願いします。自分の手でチャンスを掴んでいきましょう。ということで、皆さんご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。